まあ、大変。そんなに怪我をして、いかがなさいましたいえ、放っておくわけにはいきません。何かあったのですかいじめられているもしかして、先ほどの方たちですかはい、あちらですれ違いました。それは大変ですね。すぐに保健室に行きましょう。 はい、これで手当は終わりましたえお返しですか <laughs> いいえ大丈夫ですよせめて名前だけでも <laughs> あなた私のことをご存じないのですか私はこの学校の理事長の娘です <laughs> 父は投資家で10年くらい前に潰れかけていたこの学校を買い取って 見事復活させましたそして今やこの学校はこの地域でトップレベルの賢さになりました父は私の尊敬する人ですあっと自慢話っぽくなってしまいましたねでもこの学校にもいじめがあるとは知りませんでしたこのことは誰にも言わないでほしいなぜですか あいつらにバレたら何をされるかわからないからいいえその心配はいりません明日にはもう解決していますからそれでは私はこの辺りで失礼いたしますごきげんよう昨日は大変でしたね体の方は良くなりましたかそうですか ねえ、私はあなたと同じ1年です今まで面識はなかったみたいですけどねといいますか私のことをご存じないのはあなたくらいですよ周りからは理事長の娘だってよく言われますからそういえばあなたをいじめていた方達た今日は学校に来ていないのですねえやっぱり昨日のお返しがしたいですか そうですねじゃあお言葉に甘えて今日の放課後お時間はございますかお買い物に付き合っていただきたいのですが <laughs> よかったです長話になるとよくないのでそれではまた放課後に参りますねさようならは <laughs> まさか彼とデートの約束をしてしまうなんて 想定よりもちょっと早い展開だけどまあこれはご褒美ってことでそれにしてもあそこまで恩を感じてたんだこれじゃ彼の信用を得るためにわざといじめるよう仕向けたなんて口が裂けても言えないなこの学校で私に逆らえる人間は存在しない金や地位で他人を操るなんて簡単なんだから適当なやつの弱みを握って彼をいじめるように脅迫して 困ってる彼のもとへ助けに行く私 <laughs> まんまと私のことを心の綺麗な人だって信じちゃってこれで最初の目的は達成さてとそれじゃあ次の目的に移りますか次の目的は彼の家にお邪魔することそしてご家族に私を知ってもらうこととはいえここは慎重に行かないとね彼と少しずつ距離を縮めて まずは友人とししてて紹介してもらおうとま、いざとなったらご家族に理解していただくことになるけどしょうがないよねそうして着実に外堀を埋めていって卒業するまでに付き合ってお互いの親の承認も得てそして最終的に彼と結婚するのそのためなら邪魔者は徹底的に排除しなきゃね 彼は覚えてないかもしれないけど私はあの時のこと一度たりとも忘れたことないよこれからが楽しみだね未来のあなた